アップルマッキントッシュマック OS マック OS10V10.4 マック OS10V10.4 タイガーはアップルが開発、販売したマック OS10 の5番目のバージョンである。バージョンナンバーは10.4。相性はコードネームでもあるタイガー。マック OS10V10.3 の後継であり、パワー PC 版でクラシック環境が使える最後の OS となった。 2005年4月12日公式発表され、同年4月29日に発売開始された。最終セキュリティアップデートは2009年9月10日にリリースされたセキュリティアップデート2009から005である。対応するサファリのセキュリティアップデートは2010年11月のサファリ4.13まで提供された。コマンドラインからのリソースフォーク制御の強化。 仮想メモリの一時データ非表示、古い Mac から移行するためのセットアップアシスタントが付属するようになった。その他、グラファー、ディクショナリー、クオーツコンポジター、au ラボなどのアプリケーションが新規に追加された。インストール可能な最低限のハードウェア環境は下記の通りであるが、システムにコンポーネントされた機能のすべてを使用するには、 パワー r p c G41GHz 以上が必要である。コアイメージ非対応のマシンでは、ダッシュボードの表示が簡略化されるが、機能に差はない。以下、ビルート番号は、パワー r p c 版、インテル版の順。製品パッケージ側面注意書き参照。セキュリティアップデート2009-005。ハットセキュリティアップデート2009-005。 ハットセキュリティアップデート2009-006では対象外となったサファリ 4.13MacOS 10.10.411アップデートについて Apple セキュリティアップデートについてありがとうございます。